でこれがね国道158号なんですよ。すごいよね、あの飛騨高山っていうかね、あのサーファンドとかあるところの158号がずーっとここまでこの国道158号続いてるんですね。これですね、朝倉市遺跡、これ右ね。はい、この辺からもう、一乗谷に朝倉市、あ、これ博物館なのね、博物館。はい、まもなく右、ここですね。はは、来ましたよ。もうこの辺がいわゆる一乗谷ですね。あー、これすごいね。これ木戸ですね、木戸、立ち寄ります。あれですね、町割りですね。あー、すごいな。城自体はこの山の上なんですけど、この麓がね朝倉市の、巨漢の跡ですね。あの城跡というよりもね、あのここの、町並みが復元されてますんで、ちょっとね先にあの復元町並みを見に行く前に、上木戸を見に行きたいと思います。今から100年前、450年ぐらい前ですかね、に、朝倉市の、町並みがここにあったと。で1573年ね、信長に攻められたんですね。結局朝倉義景、自体は
一条谷まで、聞いたんですけども、もうその時点で結構裏切り者が多くて、一条谷城でこれ持って戦うことはしないで、僕は先のお寺ですね、永平寺じゃないと思いますけどね、そこに逃げ込んだ先で、親戚の朝倉影明だっけに、裏切られて被害をした。ここが神木戸の跡みたいですね。あとなんだね。で、ゴーナ、あ、そっちがゴーナ後なんだ。あ、これが、はあ、これはすごいですね。なかなかもう谷が狭まってるところに、まあ、ここに上木戸と向こうに下木戸がありましたけども。すごいな、もうね、いくらか復元はしてんだろうけども、こんな大規模な、まあ、やっぱこれしてたんですね。すごいな。これは入っていいのかな。あの土塁の、上面、まあ、要はだから土塁の上に、ある程度の防御施設、みたいなものもたんでしょうかね。まあ、監視所とか、まあ、ここに棒があったら、まあ棒があってここからこうやって狙い撃ちされたらね、なかなか侵入することできませんね。はあ、すごいですね。これもね、ちょっとじゃあ僕から送られるからこういう感じです。これ自体はね、復元でしょう。多分違うかな。ね。この道通っていいのかよくわからないんですけど、もう一回行ってしまいましょう。あ、すごい。これが復元町並木です。はい。いやー、すごいね。こういう感じで。街並みがね、あったということですね。
屋敷屋の跡だったのをきれいに残してくれたらしいですけど、川屋ですね。あとだけのことはありますかね。
ラインの下に。一応あれですね、板吹きの屋根を再現してるんですね、あれね。ああなんかこの特別何もやられてないですけど、なんかその辺とかのね、なんかこう石垣的なものはなんとなく昔からあるんじゃないかしら、なんかそんな感じしますね。じゃあちょっと最後にね、下軌道をじっくり見て、次の目的地に向かいましょうか、ね、はい。ここが谷が狭くなってんね。ああ、ここが下軌道ですね。